講釈台を張り扇で威勢よく叩きながらリズミカルに語る講談。今人気の若手講談師、中野区在住の神田三緑さんが講師を務める講談教室の生徒たちによる発表会が行われました。発表会の途中には酒井直人区長も駆けつけ挨拶。講談を学ぶと自分の話し方の癖がわかると話しました。講談とは話を読む話芸。内容は軍旗や武勇伝などの勇ましいものから怪談話まで様々です。今回の発表会では中野や日本橋など各教室からおよそ50人の生徒が参加、日頃の練習の成果を披露しました。ただいま講談教室発表会真っ盛りでございます。いやーねー、すごい盛り上がっておりますけれどもね、10回目ということで、生徒の数も一番多くやっておりましてですね、みんな頑張っております。はい、もう生徒が今まで以上に一生懸命やってる姿を見て、私はもう感無量でございましてね、目からね涙が出てきそうな感じの喜びを持っております。発表会の終盤は語り部部門の発表。こちらには台本の作り方を学び実践し、語りのボランティア活動などで独り立ちできることを目指す人たちが参加。いずれ劣らぬ8人が見事な話芸で観客を話に引き込みました。見ておりました応仙堂の前提、サミーナ、しっぽくを頼む。俺はどうあってもこの三次のクッパをしばらくは。大鳥は神田三緑さんによる講座。この季節にふさわしく怪談話耳なし芳一を演じ、会場をひんやりとさせました。続いて表彰式、初級や中級の優秀者が発表された後、語り部部門の優秀者発表。最上位の一席に選ばれたのは歌舞伎役者が主人公の中村中蔵を語った山地美沙夫さんでした。ものすごく緊張しまして、途中でもう飛んでしまいまして、もうどうしたらいいかと思いまして、本当に最後まででもできたのでとてもありがたかったです。役者と監督と何ですかね、全部を自分でできるというところのすごく魅力ですかね。もう引き込まれて引き込まれて大好きです。9月16日には講談教室優秀者による発表会もあります。講談のこともっと知りたい方は神田三緑講談教室のホームページをご覧ください。ありがとうございました。地元トピックス。